板橋区ホタル生態環境館は、東京都板橋区高島平4-21の位に、あったホタルの飼育施設。板橋区は、自然豊かな地域であった。しかし、戦後、高度成長とともにホタルが住んでいた箇所が、人口増加とともに姿を消した。ホタルが住む、環境下は人間を含めて、すべての動植物に最適であり、二酸化炭素吸着も優れている。 1989年、福島県大熊町から源氏ボタルの卵を約300個、栃木県栗山村から平気ボタルの卵約700個を譲り受け、飼育してきた。板橋区として、ホタルの住める環境を広く普及するとともに、毎年ホタルや観光会を実施し、多くの人々に見学してもらうことを目的に、投資設を設立した。2009年で、 最大飼育20世代目が浮か飛翔している。ただし、口述の疑惑により2014年度、板橋区は、ホタルの夜間公開を中止すると発表した。2014年1月27日に、板橋区で行ったホタルの生育数調査で、実際に確認されたホタルの幼虫は2匹のみであった。推定2万匹ものホタルの幼虫がいる、はずのセセラニで、 推定生息数がわずか23匹と極めて少数であるとの調査結果が発表された。この要因として、板橋区の環境課長は、同年2月19日の区民環境委員会で、ホタルが持ち込まれていたという証言がある。と発言している。生息調査午前一択業を契約解除した板橋区を提訴した裁判において、区は飼育 DNA 関係を、 装点から外し持ち込んだとの、確たる証拠は一切提示できず。持ち込んでいないという証言は、板橋区職員を含む複数の証言と意見陳述等で明らかになった。2018年3月14日、区は交際で敗訴した。板橋区は2014年5月14日の区民環境委員会で、本年度中にホタル生態環境間を廃止すると報告した。 その理由として、施設が老朽化して危険であること。そして、再建も困難であること。内部の飼育施設は階層プレハブであり、元の建屋から計算すると、築40年以上経過している。2014年現在の建築基準法、東京都火災予防条例に適合していない疑いもある。ホタルの生息数が極めて少ないこと。 ホタルの生育数調査で2匹しか発見できなかった。ホタルの飼育技術の継承も難しいこと、ホタルの飼育を担当していた職員が退職したことなどを理由として挙げた。同年7月11日、110匹以上のホタルの生息が確認され、区の生育数調査がずさんだったとの批判があることが報じられた。2015年3月31日、 施設の老朽化、技術継承の困難さ等様々な側面を理由に業務を終了した。2017年2月、ホタル生態環境間に関する検証報告書が取りまとめられた。ホタル生態再生事業、ホタル生態類大水槽、自然化川水質浄化の技術支援をしている。特許第390万2476号。発明の名称。 ホタル類大飼育システム及び方法。特許取得年月日は平成19年1月12日。特許権者は東京都板橋区で発明者は安倍乗夫。長らく在来種、丸花鉢類の繁殖も行っていたものの2014年に館長であった板橋区の職員が退職すると板橋区は委託会社無企画との契約を解除した。その際、 委託会社が丸花鉢をすべて持ち帰り、現在、ホタル飼育施設に丸花鉢はいない。ありがとうございます。